大根餅の次。次？え？まず大根餅の最初はあれがない。最初のお願いします。大根餅はもうみんな知ってるでしょ、中華料理のね。あ、知らなかったわ最近まで。最近ね、食ったの初めて食べたね。そう、でもあのティム・ホーワンっていうお店に行ったんですけど、はい、ここに ね、はい、めちゃくちゃ大根餅うまくなかった。うまかった。なんか結構ね、割とシャクシャクな部分も残したまま大根、そんなことない、ちょっと粗めになんかやってて、でもそれも優しい味付けでおでんみたいなね。そうそうそう、だからもう大根餅流行るんじゃないかなと思って。そう、その場でもうじゃあ動画で大根餅やろうよ。テンションが上がっちゃって、うまいね、うまいね、うまいねから、ね、もうやるしかないって話があって、まあ、だ大根餅まず作ろう、みんなで。いや、作れたら、まず、また次。そこで、ティム・フォーワンとどんぐらいなのか、確かにね、あるか知りたいし。まあ、あるかもしれない。うん、でその後は、はい、あの、大根以外でも、はいはいはい、まあ、正直同じ作り方しちゃえば、ああ、まあ、できるでしょう、ね。まあ、いろんな野菜でできるんじゃないか。なるほど、確かに。いけるよね。なんで、ちょっと、さらにその次。なるほど。大根餅をまず作る。うん、そして、その次も見る。はい。はい、2個やります。そうですね。あ、2段階、今日は。というわけなんで、はい、やるぞ。ね、まあ、ノーカットで、ね、お届けしましょう。小さじ2。サブチャンネルではノーカット。ノーカット版。味はこのね、小エビの出汁と、干しエビの出汁と、はいはい、鶏ガラスープね。で、この辺はなんかスープにするんですか？こちらね、みつかんさんのサイトに作り方が載ってますので、みつかんのサイトのレシピで今日は作っていければと。昔、大根おろしをおろしながらサンボマスターをやると気持ちいいってことに発見しました。マジで、ジャカジャカ。僕はね、皆さんに優勝してほしいですよ。ギターのあれ行くぞ、優勝するぞ、優勝するぞ、優勝するぞ、デキクライをやらしたー。あー、いい、あー、すごいすごいすごい。諦めないで、どんな時も君ならできるんだ、どんなこと。怖い怖い怖い。めっちゃ早い。すごっ。サンドマスターいいじゃん。やってよ。いいっすよ。いやいや、いいライフハックだわ。今のいいっすよ。今のいいね。大根おろし。一人暮らしの方ぜひやって。ぜひ。オッケー。で、ザルに移して。まあ、水をそこでギュッと切っちゃうんじゃない。水分をね。どうしようか。はい。嘘。どうした？どうしました？どうした？あんなにやった大根おろしさん。え？いっぱいあったよ。今絞ったんですけど、うん、松野え、これしかないの？これしかない。何グラムよ？何グラム？100もないよ。150？100 もない。100もないよ。100ぐらいちょうど。100か。次かも。タピオカの次これかも。大根餅だ。需要が違う気がする。なんか餃子みたいにさ、みんなでさ作っていいじゃん。いや楽しいよね。確かに。普通にハムスターみたいな。うん、本当本当。わかるわかる。ハムケツみたいな。ハムスターこうなるときありますよね。そこまでそこまでいくんやたく。それは大根餅。こいちゃおう。うん。何の反応もない感じだけど、大丈夫なの？レスポンスは欲しいですね。ああ、いいよ。じわじわと。ジューって音が。いいね。これもこのままでいいの？それで焦げ目がついたぐらいかな。あ、本当。冷凍の大根餅でめっちゃうまいのとかないですかね。ちょうどいいよこれ。シャーペー的な。こんなんめっちゃいいじゃん。いいね。うまそうやね。めっちゃうまそう。これ簡単。そして本当そう、ボヨンボヨンじゃん。あー、気持ちいい。これはだからそう、どう割っちゃおう。割っちゃおう。割っちゃおう。あら、やばい。ちょっと待って。あら、カリカリ感結構ムチムチの中。あ、ムチムチ。あ、パーパーパー。なんこれ、片栗粉でもこんなムチムチになる。あ、でもすごい大根の匂いする。あ、ほんとに。じゃあこれでうまかったらすごくない？すごいよ。大根餅いただきます。いただきます。あ、うまい。うまっ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 。いや、もうお店じゃん。あ、うまい、うまい。え、うまい。ちょっと、うん、もう公開しなくていいや、見つかにあんだ。気づかれちゃう。やばいよ、めちゃくちゃうまいじゃん。やっぱうまいわ。え、エビ粉しなくて正解。はるじくさん、いや、そうそう、エビ、エビあってうまいね。エビちょうどなんかいいね、大根の香りと。これもっと流行ってないとおかしいよ。おかしいよ。大根餅作るみんなが食ってないとおかしい。すげえうまい。でも大根半分で2個しか作れない。
めっちゃ大根食べれるんだ、ね、水がもうギュッてなくなったよ大根も、確かに大根も水ですから、ね、次行くからえ、うん、このそうだ、ね、ただでさえうまい大根餅の、はい、次ここからは変わるよってLHロード、ヘルエッジロードってことまずはこれから言っとくか、うん、はい人参そうだそりゃそうだよ大根に近いねそういうことそういうこと根っこのね人参餅そう色もなんか可愛い感じが確かにこれはまずいわけないよねそうですね、まあ、ねどうなるんだろうちょっとやってみましょうこれは気になりましょうするかはいこれはすれますね、うん、来てるよいいよ来てるすごい色いいねあいいね、うん、人参おろしってなんか食うっけもう離乳食とかの話離乳食か確かに離乳食もあらたらこれうわこれ結構いいねすげえ大根より水が少ないからあ確かに少ないからねやりやすいかもねこっちの方がね1本でいいかもね確かにちょっとあれやりたいなえおろしサンボマスターあちょっといいですか、うん、あちょっとじゃあやってみようかな、はい、早くなんのこれでこれであ、なんかこれ結構手疲れるからこの疲れるなっていうのをもうサンボマスターとして、はいうん、そうですあんた方であんた方で言う言う言う僕はね、うん、蛇口に入りたいと思ってんだ僕は蛇口に入りたいってそう思ってんだそんなできっこないからそんなあんた方はそう思いますかそう思うなら声出してくれよ蛇口に入りたいって思うなら声出して歌ってくれよそれが僕の願いなんです、うん、世界はそれを愛と呼ぶんだぜここで始まる危ないすごいもうすげえ削れてるあすごいなんか同じぐらいあるよもういいんじゃない夢中になるねなんかこれ、ね、なんかあっちゅう間にいけるなこれいけるよサンボマスターサンボマスターいいっすすごいわ、うんマキ君、私、こんなになっちゃった病院だよこれ、この状態あ、色がすげえ色違うねあ、まあ、いいよ、これ色があ、まずいかもなに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 全然まとまんねえ水入れる水が足んないもん水かな水ちょっとだけ足す全然、そぼそぼそば、そば作ってみたいなってる今そぼろみたいになっちゃった水分がね、大根全然まとまんないよこれ水入れる水分入れようかちょっとだけ水鮭のほぐし身みたいなんだけど固まんない固まんない あ、でも、いける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 この水くるあ、いけるいけるいけるあの、パンとかとかいけーいくいこういけいけいけあ、まあ、こんなもんじゃないはい、筋が繊維の茎の方は持ってない1個分ぐらいはよっしゃわあいいんじゃない1個ぐらいできるか1個ぐらいできますねいけるねコロ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 餃子みたいなちっちゃいちっちゃいなんか焦げうまかったっすでも多分これわかんないんだよね焦げてるかこれも多分ついてるんだけどわかんない。はい。なんかナゲットみたいになった。え？なんか肉が。すげえ。一瞬肉っぽいかもしれない。うん、食べちゃいますか。はい。割って。割りました。硬いかもちょっと。ああ。でももちもちはしてるな。なんか大根よりもちょっと硬いのかな、ね。繊維がすごい。あのみちみちって感じする。なるほど。湯気がすごい出てきた。繊維が詰まってるのかな。そうかも。いただきます。いただきます。いただきます。んただうまいってそんな人参でもない、うん、全然人参じゃないあれ人参のコフェが全く人参の味全く違いですね干しエビとこのね、うん、ちょっと鶏ガラ、ね、いやうまいんだけどねうまいそうそうめっちゃうまいけどうまい何でもいけるこれやばいかもねちょっといろいろ試そう他にね下手したらスイカの皮とかでもいけたらやばいすごいすごい気づかないぐらいの節約レシピみたいなすげえ確かにえすごいなセロリはでもねセロリは、うん、匂いが強いかさすがにセロリ1個でもまあこれセロリはさすがにね違うでしょう香味野菜すごいセロリをすりおろしたの初めてだわ確かにえぐっ小さい高級品だなこれちっちゃいや俺高級品だよじゃあ、セロリ餅いただきますでも匂いする気分うまいうん
うまいうまい、あれうまいうまい、エビと合ってる、すげえ合ってる、うまっうまっ、ちょっとするね、香りが、うんうんうん、あ、すりもちうまい。うまい。うまい。あ、うまいかも。あの癖がいい方に作用してる。そうそうそう。ちゃんとセロリっぽい後味。ちょっと高層感が。アジアンな。え、めっちゃうまいか。うまい。全然うまいな。なんなら。言い方も一番うまい。うまい。これ全部いけるな、これ。いける。どんどん行きましょう。どんどん。次あれやってみる。ゴーヤ。ゴーヤね。ゴーヤ。え、これゴーヤを振ったことないんです。すりづらそう。確かにない。すりづらだから。スリズラン、あ、いいの、スリズランは嫌だ、あ、スリズランは嫌だ、もう勉強してるみたいな、キモいペンで、キモいペンでもう勉強、わー、ハリーポッターの世界で、ね、追い込みかけてる、あー、むずい、力が入りづらそう、動いて、動いてよ、まあ、青くせー、結構ありそう、水気も結構あるんだ、水気意外とあるね、あんま水のイメージなかった、あ、でも来てる来てる、よっしゃ行け、よっしゃ、一旦これぐらいでやってみましょう、うん、すごいね、これ、うわー、匂い嗅いで、匂い嗅いで、すげえ、うわー、すごい、あーおい、あーおいすごい匂いします、これこれすごいよ、嗅いでみてください、これ中をね、何色、おーあーい、はい、すごい、青か、はい、すごい、うわなにこれ、なんか青臭さのもっと先だね、え、なにこれ、先だ、なんか笑っちゃうかも、うん、汗臭さすらこれ面白い、これ面白い、これ面白い、苦いね、やっぱ匂いも、これはすごいな、口にしたらだいぶ苦いんじゃないですか、これをやっていきますか、頑張りましょう、さっきセロリも全然ちょうどいいぐらいだったからな、バラバラに、あ、でも色は綺麗だな、なんかね、深いよ、緑、あ、なんかすごい、なんかね、すごいね、すごいよ、ずんだみたいね、ゴーヤもすごいね、ゴーヤ、わー、すげえ、わーなんかまとまりがすごい、強度を感じる、青臭い香りとかは全然しない、あんまないね、わかんないな、これはさすがに、なんか匂いしてきた、これうまかったらやばいよ、ことです、さすがに苦味残ってる、さあ、匂いするよ、青い、あ、してるしてる、じゃあ緑黄色の味するやつだ、ゴーヤ餅、はい、いただきます、うん、青い、うん、あ、でも、うまい、苦っ、あ、でも苦い、苦っ、うん、あ、苦い、苦いあ、いや、でも、うん、苦い、これぐらいのあるよね、チャンプル、うん、そんなにそんなに何それ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 苦さがもう来るから、いやー、なんか目が出てきてない、なんか眼球が長だろ、眼球がどんどんどういうブレブレみたいに溜まってくるから子供は食えないっすね、無理無理、まあ確かに、あ、すごい、ゴーヤとか任天堂スイッチかと思った、そう、ソフトね、あとゴーヤの、あ、汁がある、これはやばいよ、ゴーヤをし残り1枚あるこれはやばいよ、やばいよこれ、一応残しておきました、すごいよこれ、一応じゃんけんだけする、一応何を決めるとは、やばいこれ、何を決めるとは言わん、そうね、これまあね、これ一瞬蘇るぐらい苦い死体にあげたい、すごい、なんでよ、最初はグッジャッキー、これはい、こうでしょ、怖い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 、怖い、怖い、うわっ、うわっ、うわっ、まずまずまず最初はグッジャッキー、うわっ、最高でした、はっ、よっしゃー、よっしゃー、おーほー、乗り気な二人が、おー、怖かった、乗り気な二人が、あー、怖かった、最初はグッジャッキー、うわっ、しゃー、やばい、トレイストップ、目飛び出した、目飛び出した、永田君大丈夫、さっきのやつでさえ、匂いは、匂い、匂いはこれやばいな、いや、全部じゃないよね、そりゃそう、まあ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 、まあ、いただきます、テイスティングお願いします、テイスティングをね、怖がって怖がって、あ、どう、あ、あれ意外と、あ、ええ、嘘、嘘、意外と、口目、え、意外と苦くないの、え、飲めるでもそんなわかんない、なんで、なんで、なに、じゃあ苦さって身なんだ、身なの、汁には残んないの、汁じゃないんだ、まあうまかないけど飲める、苦とはなんないんだ、
そこまでではない。さっきのは苦かった。さっきのは苦かった。じゃあ全然。そうなんだ。そうなんだ。じゃあもう野菜大体いけたからさ。いけたね。うまいね。次はもう果物。あ、いい。お、リンゴ。あ、うまそう。いいかも。風の時にさ、すりおろしたりする。あるあるある。全然食えんじゃん。ほのかな甘みがやっぱ。中華風リンゴパイみたいな。あ、いいよいいよ。うまいかも。うまいね。デザートとしていいかもしれない。確かに。ちょっとやってみよう。はい。これ熱の時とかにさ、あるよね。すりおろしってくれる。まあね。もうこの後エビと一体になるんですよね。あ、エビか。確かに。確かに。中華スープのね。ごま油。どうなっちゃうんだよ。熱の時出されたらちょっとたまらんか。おいおいおい。絞りあんせしますか。いるか。うわ。なんだこれ。リンゴです。リンゴなこれ。どうですか。いい感じっすかね。いける。野菜から水分取っちゃいけない。野菜から取っちゃいけない。社長さん、すりの銀次。あ、すり、あ、そういうこと。さすがだね。すりおろしの銀次ってこと。編集長、カメラどこも向いてなかった。やってやってガッツポーズ。わ、うまそう。うまそうじゃん。色味がこれこそ肉っぽいじゃん。なんかね、うん、あ、硬っ。お、硬いんだ。なんか食感が。ミッチ。ミッチミチ。え、唐揚げっぽいなんか。ニッチだよ、これ。ニッチュニッチュ。うわぁ。うわぁ、リンゴ。うわぁ、すげぇ。え、すごい香りがある。じゃあ、リンゴ餅。いただきます。ん？ん？ん？あ、リンゴ。知ってる、なんかこいつのこと。ん？ん？なんか甘くないね。甘くないね。甘くない。熟してないリンゴみたいな。なんだろうな、木っぽい。なんかやっぱフルーティーさと魚の風味が合ってないね。なんかそうなんだよね。そう、エビと合わないから。合わないですね。ダメだ。もちもち感はすごいいいんだけど。じゃあもう最後、最後ニンニクいくか。やめろそんなことは。ニンニク、やべえ。ニンニクは良くない。一オフさんみたいなやつをすってやるか。やば、全然できないよ。でもあんな、いや、もうちょっとでいいと思う。そんなだって丸々食ったら死ぬよ。スロー。うわぁ、えぐ。さそう。ここですね。うわぁ、そんだけよ、だってそこまでやって。少な。無理無理。これ一本なんないでしょ。くーせ。くーせ。わくせー。くーせ。なんか桃のパフェって言ってこれがかかってる。色はね、食っちゃうよ。一口や、美味しそう。入れる前に水臭すぎて、すごいな。うわぁ、ニンニクはつくよ、ずっと。マジでニンニクはマジでつくから。マジでやばい。マジでやばいかも、僕の手。やばいやばいやばい。すごい、なんか綺麗。綺麗、黄金。黄金みたい。輝く。誰か握手しよう。やだ。シェイクハンド。これベランダから落としておっさんの頭と割れました。ピシャッ。すごいね。ちゃんと焼けるのか。これただニンニク焼くだけじゃない。お、来た。うわー。あ、でもなんかこんがり。ハッシュポテトっぽい。確かに確かに。無害そうな見た目が怖い。なんかうまそう。ね。あ、香りもすごい。すごいな、唐揚げですよみたいな。友達になれそうですね。食欲をそそる。これもしかして平気なんじゃない？いけるんじゃない？そうかもね。そうかそうか。つまんでこう、こそいでいきましょうか。おー、そこそこ。あら、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 あれ？ポテトみたいな。ハッシュポテトだ。あれ？あら、あら、あら、これいけるじゃん。すんじゃん、いけるじゃん、あら、あら。じゃあ、あら、あら、あら。ニンニク餅。はい。ニンニク餅。いただきまーす。わ、くっせ。辛い辛い。あ、これやばい。くせ。辛い。辛くさ白。くっさ。これはもうすったニンニクだ、完全に。ぬちぬちしてるだけ。おー、ゴーヤ汁持ってきて。これはこれが。あ、でもこれにね。くっさ。うわー、すごいな。すごい、すげーな。すごい。どれに食うわ。健康に対して貪欲すぎる。や
まだ子供作ってる知識。78で子供作ってる。まだできてる。これすごい。これ凝縮されてる、もうニンニク。辛っ。生の辛さありますもんね。まだガーンってなってるね。はい、うん、はい、というわけでやべー、今 ね、部屋中がもう臭すぎますけど、どうでした、野菜餅、うん、次に行かない方が良かった大根餅ってうますぎて、でもセロリ餅もセロリうまいっす、あれもうまい、量がね、作れる量はすごい少ないけど、セロリ餅良かった、良かったっす、うん、それ発見でしたね。でも結局大根餅のなんかふくよかさみたいな、うんうん、そうね、そうなんだよな、包容力がやっぱ一番あった大根が、ちょっと安心する味でもあるし、すごいわ、大根餅がやっぱ正解なんだ、セロリ餅もあれをやった上のあの大きさ、さすがに味も薄い気がする、もっと、ね、それ見たら大根餅もさ、うん、ね、どんぐらい、半分、半分が1本、2個だ、お店に出てくるくらいのサイズってもう丸々丸一本だね、1本食べてるぐらいですとか、だから4個で1本よ、1本だね、もうね、利益だけ求めてたら贅沢品すぎる、贅沢品、美味しい、ただ美味しい、美味しいし、まあ作るのは簡単なんで、うん、皆さんもぜひぜひ大根餅、うん、はい、作ってみてください、はい、ありがとう大根餅の魚肉餅は作らないで、うっさい、魚大根、セロリはあり、手も臭い、